有志比のグタフツアングタフツアンは、夏目漱石が愛媛県松山市に赴任していた時の下宿先。名称は夏目漱石の背後グタフッツに由来する。当時の建物は太平洋戦争の戦災により消失した。1982年に万水槽の裏手に木造2階建ての建物として復元されていたが、2010年7月に倒壊した。 式記念博物館内に一階部分を復元し、展示しているコーナーがある。松山時代の漱石2010年7月に倒壊する、以前の復元グたふツつあんタたふつあんはもともと、松山市二番町にあった、上野義江邸の離れである。1895年に、夏目漱石が、英語教師として、旧西英姫県人上中学校に赴任していた際に、下宿として利用した。また、 52日間にわたって、廃人、正岡四季も居候した時期があり、俳句結社、小風会に参加宿会を開いた。これは、後の創籍文学に影響を与えたと言われている。四季は、著書廃会太陽を残した。当時の建物は繊細により消失したが、1982年に、万水層の北側の城山山腹に復元された。周囲は、森林となっている。 なお、当初の建物があった場所は現在は繁華街の一角で駐車場となっており、路傍に石踏みが設置されている。2010年7月12日午前6時頃から短時間に大雨が降った影響で、城山の山腹の土砂が崩れ、ぐたふっつ案は全壊した。万水槽には再建の意思があり、協力を呼びかけている。ありがとうございます。